再びドラゴビッチの手に落ち、部隊はラオスで消息を絶った。おそらく全滅だ。そのためハドソンはお前抜きでノバシクスを追わねばならなくなった。ハドソンはヤマンタウ山へ向かった。ソ連の隠しレターがある。その通り、ウラル山脈の奥深くに隠された稼働状態の軍事施設だ。そこでハドソンはシュタイナーと接触した。初期型のノバシックスを開発した元ナチスの科学者だ。ハドソンはそこであの数字について知った。そう、私もあそこにいたのだ。メイソン、ヤマンタウ基地に。なんてこった、あの数字は現実か。現実だともメイソン、これはゲームじゃない。お前が協力しなければ大勢が死ぬ。送信施設はどこにあるんだ。TAD、こちらビッグアイ6、離陸許可を。ビッグアイ6、ランウェイ4から離陸せよ。 KAD、セクターブラボー69で KC135 からの給油を要請する。了解ビッグアイ6、KC135 はセクター内を飛行中、合流せよ。ビッグアイ6、進路クリア。 OK、KAD、離陸する。 KAD、滑走開始する。 OK、ビッグアイ。 V1、チェック。 V1、ローテート。よし、加速良好。離陸。離陸、チェック。 KAD、こちらビッグアイ、当機は離陸した。ターゲットインジケーターを使ってキロワンを探せ。了解、確認した。キロワン、こちらビッグアイ6、そちらの位置を確認した。ラジャー、ビッグアイ6、地上は視界ゼロ、通信中継装置まで誘導してくれ。キロ、東へ進むんだ。戦術偵察、敵車両接近、分隊を道路からどかせ。北に建造物がある模様、侵入させろ、CP。家のそばを通過している。待て、いかん、敵が家の正面で停止した。敵歩兵が接近、排除せよ。道路は敵だらけだ。建物の裏口から出ろ。ターゲット2名を捕捉、排除せよ。よくやった、キロ。弊社に分隊を移動させろ。最初の目標はその中だ。移動する。おう。CP、多数のパトロールが接近中。キロ、停止し身を隠せ。一旦停止する。よし、キロワン、視界から外れたぞ。オールクリア、キロワン。弊社に接近。内部に複数のターゲット。突入し、排除しろ、キロワン。
やった。周辺クリア、グッジョブ。ライブ通信ラインを担当、こちらの通話不能だ。第二目標に向かう。ラージャー、キロワン。キロ、北へ進め。了解、行くわい。移動する。キロワン、敵歩兵が接近中。少なくとも6人はいる。多すぎるぞ。停止して身を隠せ。見つかった。ヤマンタを攻撃の指揮はハドソンが取った。ああ、やつは氷点下20度のクールガイ。クリア。行くわい、キロワンだ。こちらの位置を確認できるか。可能だ、キロワン。視界が回復してきた。行動開始だ。変電所に移動する。追尾中。戦闘員4名が建造物に入るのを確認、オーバー。ビッグアイ、突入する。送電システムはこの真下だ。ターゲットは4名。よし、行くぞ。行くわい、こちらキロワン。変電所を制圧した。了解、フォーカルスプレッドを再調整する。よし、通信基地を確認、次の目標に向かえ。主要施設は屋根の下に位置している。ノバシクスが兵器化された証拠があるなら、おそらくそこだ。外部通信を無効化した途端、敵は異変に気づく。敵が情報を消す前に迅速に行動するぞ。気を抜くなよ。目標に接近。ビッグアイ、突入する。キロワン、通信基地に複数のターゲットが接近中。了解、ビッグアイ。ハドソン、気づかれないように行動するぞ。クロスボウを使え。いざとなったら炸裂式ボルトに切り替えろ。倉庫の外を敵兵1名がパトロール中。中にも2人いる。
右手のトラックのそばに2人、右のガントリーの上にもう1人。 OK、 始めろ。通信基地に到達。 OK、 そちらは窓際に位置しているか。こちらは OK だ。ティモーガー、まさか通る。出てきた。無力化した。OK だ。キロ1、通信基地に複数のターゲットが接近中。中継アンテナを使えなくしろ。行くわい、こちらキロワン。中継は切断できたか。オーバー。アファーマティブキロワン、すべての外部向け通信が停止した。疲れるのも時間の問題だ。移動するぞ。オネリア RPG! ハドソン、そこから降りよう。アリスがやられた。ナダルだ。走れ走れ、ゴーゴーいるぞ。急げ。塔に犠牲だ。
っちだ。ハドソン、あのコードが見えるか。ああ、施設全体に貼られてる。敵はここを爆破するつもりだ。みんな急げ、時間がないぞ。シュタイナーはいないぞ。ロックされてるぞ。あれは何だ。こちらはフリードリヒ・シュタイナー。無線に割り込んできてる。来ると知っていたんだ。監視カメラが見張られてる。ドラゴビッチはありとあらゆるプロジェクトの前のつながりを消そうとしている。おそらく次は私だろう。何が望みだ。アメリカ中が標的に。アメリカ全土に潜入したドラゴビッチのスリーパーたちがノバ6散布の合図を待っているのだよ。兵器化されたノバ6か。数列の送信の意味は、あれは一体何だ。この身を安全と引き換えに全てを話そう。私はリバース島にいる。アラルカイ、選択はそちらに委ねる。発信するぞ、急げ。急げ、ここはもうすぐ吹き飛ぶ。全体は終わるのか。ハドソンとウィーバーは脱出できた。それで全ては終わるはずだ。